こんにちは。ビザ JP カナダ移民コンサルタントの白石です。今日は6月30日、6月の最後の日で、1年の真ん中まで来ました。早いですね。ということで、今週の、ニュースです。こちらの、じゃらーん。はい。こちらのニュースからお話しします。エクスプレスエントリー全カテゴリーの ITA 発給、7月6日についに再開というニュースです。エクスプレスエントリー関係のお話は、このニュースウィークリーでも、割と頻繁にしておりますが、この日付がはっきり、言われたのが、メンションされたのが今回初めてで、今までは春とかなんか言われてたのが夏になり、7月の初旬になりということで、7月初旬ぐらいに始まりますよっていうのが最新の情報だったんですけども、7月6日というふうになりました。なので、まだ登録してない方は、今からでもまだ間に合いますので、登録をしておくといいですよという感じです。で、またちょっとおさらいなんですけれども、エクスプレスエントリーというのは、ここら辺にね、今までのこう経緯とかが書いてありますが、これは皆さん、じっくりご興味がある方は読んでいただければと思うんですけども、エクスプレスエントリーというのは、ここに書いてあるように、FSW、これはフェデラルスキルドワーカーというカテゴリーですね。と、FST、これが、フェデラルスキルドトレードです。そして CEC、これがカナディアンエクスペリエンスクラスです。で、こちらが、の方と、プラス一部の、PNP、プロビンシャルノミニプログラムの方が対象で、まず登録をして、で、移民局の方から、はい、あなたは点数が高いから、申請していいよ、あなたもいいよっていうその手紙を配る、この手紙を ITA と言いますよということですね。で、こちらですね、今までどんな感じでこの ITA を配るというのをやっていたかというとですね、ちょっとこちらをご覧になってください。このページよりも、こっちのページがいいな、まとまってるから。はい。これがね、新しい方から順番に古いのなんですけど、いつ何の、永住権カテゴリー向けに何人に ITA を配って、これがその時の一番低い点数の人が何点だったっていう見方なんですが、このプログラムのところをずっと見ていただきたいんですけども、ずっともうここのところずっと PNP しかやってなくて、で、これでそのカナディアンエクスペリエンスクラスをやったのが去年の9月が最後で、で見ていただくと、PNP と、CEC ばっかりで、それ以外のカテゴリーっぽいのが始まった、含まれるのがこれなんですね。No Program Specified。これが、すべての、カテゴリーを対象にした、ITA の発給です。で、これが再開しますよっていう意味なんですね。で、またもうちょっと遡ると、また CEC だけ、PNP だけっていうのがあって、ここに FST だけっていうのがあります。で、こういうのも昔はあったんですけども、FST、スキルドトレードのみの、カテゴリーのみのドローイングっていうのはもう、この2020年の8月以降、全然ないですね。で、ずっとその辺が止まっていましたが、この No Program Specified、全部のプログラム対象のドローイングですよ、というのを、再開しますということです。で、それが7月の6日が1回目ですということです。じゃあ、How often?どれぐらいに一度それが今後起きるのかっていうのは、
何も発表がないんですが、以前は2週間に1回だったんですね。ここ見ていただくと、このインターバルを見ていただくと、まあ、以前は2週間に1回だったんです。で、毎回5000人とか4500人、まあ4000人から4200ですね、これ4000から5000人ぐらいに毎回こう配っていたんですね。ITA を。発給していたっていうことなんです。で、まあ、この2020年の11月、12月、9月か、9、10、11、12月、この辺みたいな感じが始まる、再開するのであれば、まあ、2週間おきに5000人ずつ ITA がもらえるんじゃないかなという感じです。7月の6日からですね。そして、7月の6日、今日現在って言っても、これ一番新しいのがこの、そうですね、6月の20日の情報ですが、6月20日の時点で、登録してる人、エクスプレスエントリーに登録してる人が22万人います。で、この上位の方から、例えば5000人の人に ITA を配るっていうのが、4回続いたとして2万人が履けるわけですけども、まあ、この451から500点の人たちっていうのも途中ぐらいまでそれで来るのかなっていう感じの予想ですけど、まあ、ちょっとこれはね、始まってみないとわからないし、このニュースがあったので、この7月6日、の再開に向けて今ダダダダと皆さん登録してると思うんですよね。で、6月の20日以降、これ6月の25日の発表ですので、これ6月の20日の、登録者数なので、この後ダダダダって増えてるような気がします。なので、今22万人って書いてあるけど、23万人とかなんかそういう風になるのかなと思います。ということで、まあ、何しろ、何点の人も、再開するので、登録しとくといいよっていうことなんですね。でも私は300点だからな、とかっていう人いると思うんですけど、でも、そうだな、1年間で、何人移民にしますよっていう予想も出てたので、まあ、そこと自分の点数と比べて登録を急いでするかどうかを決めていただくといいのかなとは思いますが、まあ、登録しないと絶対に ITA は来ないので、まあ、念のため低くても登録しておくというのができるんだったら一番いいかなというふうには思います。ということで、7月6日に、の再開に向けて皆さん登録をする方はしといた方がいいですよっていう話です。そして、今後エクスプレスエントリーシステムを使って、他の永住権カテゴリーが、できるのかもしれないっていうのが、今までブログで、弊社のブログで書いてあったように、プロフィールの中からこういう職歴の人だけを、対象にした ITA 発給をしますよとか、こういう学歴の人だけを、対象にした ITA 発給をしますよとか、そういうのがあるかもしれないので、まあ、いつからそれがあるっていうのは、はっきりはわからないんですけども、まあ、7月6日 の、 ITA 再開以降のいつかそういうことが始まると思うので、もしかしたらそういう、職種限定とか学歴限定とかになると、もっと低い点数の人まで ITA が来るのかもしれないので、一応登録できる資格がある方は登録しとくといいんじゃないかな、7月6日までにというふうに私は思います。私のお客様にはそのようにご案内は今のところはしています。はい、というのが、このエクスプレスエントリーのニュースです。7月6日ですので、まだロングウィーケンドプラス3日あるので、まだ間に合います。はい、そして、はい、これはさらっといきますが、夏の混雑時に
カナダに入国する渡航者へのアドバイスっていう、記事をブログに書きました。で、こちらはですね、この夏出入国する方、すでにカナダに住んでいる方でこの夏、出入国、日本に一時帰国とか、どっか他のアメリカに旅行とかそういうのを考えている方プラス、まあ、初めてカナダに、この夏に、入国する人も含めですね、皆さんが、そういった皆さんが参考にできるページになっています。で、何しろね、夏はカナダって旅行っていうか観光の一番書き入れ時なんですね。だから毎年夏はまあカナダに来る方多いんですけど、まあそれにしても今年は今まで渡航規制が厳しかったところが緩くなったので、今年はもうすごくカナダに来たい人とか、カナダから他の国に旅行、バケーションに行きたい人とかすごくいっぱいいます。なので出入国はする人がすごく多いというふうにこの CBSA が考えているわけで、まあその通り今もうすでに混んでいるらしいです。で、今日、昨日かの、ニュースでエアカナダはちょっと混みすぎて対応がしきれないので便を減らしますみたいな、なんかそんなニュースも出てたくらい、何しろもう満席満席満席みたいな感じらしいですよ。ということで、そんなにもうどの飛行機も満席で来ると空港はごった返しますよ。まあ陸路も水路も、まあ、全部ごった返しますよということで、入国審査速やかに、ね、通りたいですよね。もうどなたももう速やかにそこはさっさと通りたいはずなので、そこで孫つかないように事前にできることっていうのをここにリストアップしています。で、それぞれね、最新情報は何しろ政府のウェブサイトで確認するのが本当に一番なんですよ。で、いつの間にか変わってるとかっていうのがあるので、なので例えば入国の準備、まあ、このアライブキャンね、アライブキャンは、まあ、皆さん、使ってくださいと。それから、誰が入国できるのか、その時に必要な書類っていうのはここを見てくださいと。これも、政府のページですね。ここを見てください。変わってるといけないので、ちゃんと渡航の、あまり早めに見すぎるとダメだな。多分渡航の2週間前ぐらいからでいいです。いいと思うんですよね。この入国の準備。なんか、2月も3月も前からやるとまた変わってるかもしれないので。そうですね。で、これが書類でしょう。そして、このコロナ関係のルールもこちらですね。今行けるのっていうの。これも、確認してください。アライブキャンの使い方ですね。それから、事前申告っていう、なんだよ、税務申告とかができるので、税関の申告。これも、利用するといいですよ。はい。そして、必要書類のことがここにも書いてあります。そして、この、国境の待ち時間っていうのは、これは、アメリカとカナダの、陸路のボーダーの国境のことですね。そこも、混んでる時には2時間とか待つわけですよ。車、暑い車の中で、まあ車の中冷房効いてますけど、車の中で2時間とか待たないといけないから、まあ、ちゃんと事前にこの待ち時間、確認、どこから、アメリカに行きたいのかっていうので、これ待ち時間見れるようになってるので、まあ、ここを見て空いてる時に行ったらいいんじゃないのっていうこととか、ね、免税の、ルールとか、そうですね、そういったことがここに書いてあります。これちょっと重要、子どもを同行する場合についてなんですけども、これちょっと日本よりもカナダは厳しくてですね、お子様は特にですね、片親
あの両親のうちの片方の親だけで子供連れてどっかに行こうとかって言うと、もう片方の親から連れてってもいいよっていうサインがあった方がいいんですよ。で、それは誘拐じゃないっていうことを証明するために、まあ、誘拐じゃないんですけど大抵の方は、でもそれを証明するために、渡航同意書というのを持っていった方がいいですよということで、渡航同意書で、どういうものなのか、どういうことを書けばいいのかっていうのもここに書いてあります。なので、お子様連れて、お出かけになる方で、片親 両親ともじゃなくて片方の親だけで来る方っていうのは、この渡航同意書あった方がいいです。旅行会社とかではね、なんかあの見本みたいなのがあって、こういうの持ってった方がいいですよってやってくれる旅行会社もあるようですけど、まあそんな感じになっております。こういう準備をした上で夏に、気持ちよく、スムーズに出入国できるといいなというふうに思います。はい、以上ですね。今日はで明日は、カナダデーっていう、まあカナダの国のお誕生日みたいな日です。で、お休みです。お休みですというのは、ホリデーなので、あの、まあ、全部、まあ、世間的にお休みなんですが、まあ、弊社もお休みです。なので、弊社は明日お休み、金曜日と日とお休みで、次の営業再開が来週の月曜日になりますので、あの、E メールなど、E メールや LINE などでお問い合わせをいただいている方、お返事は多分月曜日になります。はい。ということで、皆さん、楽しいロングウィーケンドをお過ごしください。では、また来週。